ながりをテーマにモバイルハウスを作りました。モバイルハウスへようこそ。このテーブルはベッドにもなります。こんな感じで2段ベッドにもなります。この窓も自作しました。上げ下げ窓になっています。こちらの窓も開きます。ここはシンクとコンロになっています。